先を見たいっていう。嘘でしょ？頑張れ。でも今日は厳しいゲームになってる、なくなるぞとはもう分かってたんですけど、ちゃんとやれや。乗り越えるしかないですよね。さあ、3つのコンビション戦って、まだ3冠の可能性残してるんで、もう、やるしかないですよね。いい。いいぞ。ケビン。打っていい。うやーうやーおらーイエース久しぶりのデブライネイエーシバラバーイエーシゴーフォッセディスコーボーイナンバーセブンティーンケビン・デブライネイエース イエース ナモス ゴーフォッセディスコーバイ ナンバー82 リコーレース注目選手取ったよ。ボブ、リコレースあたりって言ったけど、ぴったり。アカンジから、交代直後のアカンジからグリーリッシュからクロス行って合わないが、そんな中でリコレース。イエッサー。よく勝ったって言いたいよね、これ。もし勝ったら、今日。マグエだけって言ってた。ですね。あの、若手ですよね。僕もある年初めて見たんで。嬉しい。イエース！イエース！来たー！ラモ！試合を決定づける3点目来たんちゃう？これ。苦手クリスタルパレスに勝てる？ラモ！こういう本当にスペースないですけど、崩しに行くとこはやっぱ、さすがっす。他のチームには絶対できないと思いますね。そう、グリッシュ、うまい。うわーイエースよーしこれは勝ったやろケビンが戻ってきてるよこれは嬉しい。この勝利は。恐れないもんね。これは、誰誰か残ってるな、あの、センターバック。一瞬目がわかんなかった。いやー、アウトでね。Go for City Score by No. 17! おー、ケビン・デブライネ。Oh, Kevin De Bruyne. Oh, Kevin De Bruyne. バモ彼女関係、彼女ができたからレベンディアス結構一気に調子良くなったって感じ？耐えろ！しょうがない。しょうがない。マンチェスターシティがクリスタルパレスを下しております。ガナチャハット決めないかなーってね、うん。お疲れ様でした。ということで。セントジッチさんも長い間ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。シャッ。ナイス勝利。
お疲れ様でした。